ここまで今日のお天気お伝えしていきました。ウェザーニュースライブモーニング、もう間もなく終了のお時間となります。この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインです。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は高山奈々キャスターです。皆さんおはようございます。この後8時よりウェザーニュースライブサンシャイン担当する高山奈々です。今日この後のお天気を中心に確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は探偵の日ということで、名探偵コナンのお話をしたんですけど、奈々さんはコナン大好きということを思い出しまして、今も上映中じゃないですか、コナンの映画作品、見ましたか？まだね、今年のが見れてなくて、そう、ずっと見たいと思っていて、でもなんか予定合わずでずっと見れてないんですけれど、そうなんですね。でもこれまでのこう歴代のね、コナンの映画の中で一番ね、今見られていて、興行収入としては一番多くなっている映画なので、気になる。すごいね、面白いっていうことなんですが、そう、さっき次のね、番組一緒のスタッフさんもコナン好きなんですけど、そう好きなんです、はい、でそのね話をしてた時に、でもコナン、いきなり見始めると、多分その関係性とかキャラクターとかのあれが分かんないから、いきなりだと難しいよねっていう話をしててそう、私も、何年か前に一作品だけ見たんですよ。もうそれが最初で最後のコナンなんですけど、私の人生の中で今のところね、今のところ、その時なんかラストクライマックスかなんかで、すっごいガタイのいい空手家みたいな男の人が出てきてその方が京極さんかな、そうだよね、名前が思い出せなかったんですよ。京極さんがすごい女の子を一生懸命守ってたんですよ。変な子だ、どんな関係性みたいな、ね、いつもいる方なのか、そのなんか今回出てきたのか分からなくて、京極さんがとにかく一生懸命女の子を守るっていう、それ映画で見た。あ、そうです、映画で見ました。じゃあ根性のフィストを見たんだね。そうです、それです、それ、シンガポールが舞台の。そう、最後なんかしょいながらこうやってて、あ、もうそれが衝撃的に残りすぎて、友達となんかすごくないみたいなそうだよね、だってもう本当関係性がさ、分からなかったらさ、そうなんです、あんまり分からなかったんですけど、そうだよね、それそう分かった分かったそれ、そう、それです分かった分かった、いや、そうなんですよ。だから本当はもっと関係性とかもある、分かった上で見たら、その京極さんの、戦いぶりが身に染みてかっこよかったなと思うんですけど、なんかすごいみたいな、ただ圧倒されちゃって誰あれみたいなね、すごいけど誰みたいな、ね、とにかくすごい大きい、なんかガタイすごい人来たみたいな確かにそうなんだよね、感じになってました。映画この時期になると、こう映画公開に合わせて全作品が、動画配信とかでされていたりするんですけど、だからといってあれ映画全部見たところで、関係性って分かるのかとか、ね、いろいろ考えて、だからもう基本的には漫画そしてアニメとかで、そうだね、全部見てるってことですか？でも漫画は全然終えてないから、アニメをでもちょくちょく見たりして、でもアニメもね配信されてるけど、話数が多すぎて、そうですよね、多分追うのが、ね、大変だと思う。いや、そうなんですよ、話数半端ないじゃないですかコナン。いや、すごいな、ね、ちっちゃい時から見てました。そうですね、意外とあれコナンって昔27年前だそうですとか、生まれるくらいとか、生まれてはいるか、生まれてはいるけど、なんか今土曜日のね、6時から、やってるんだけど、前なんか平日月曜とかの7時ぐらいからやってた記憶があって、なんかちょいちょい見てた記憶はある、そうなんだ、何にハマ、何、どこがハマ、なんだろう、小さい時からね、こう見ているから、なんかそのこう関係性とかもやっぱり面白いし、ずっと続いているっていうのでね、なんかこう続いてるのすごいですよね。そうそう、それで見てるっていうのもあるかもしれない、ずっと身近にある作品ってことですね、奈々さんにとって。そうなの、素敵。なんかさっき山口さんにプレゼンテーションしたんですけど、響かなかったんですよコナン
あ、コナンをプレゼンしたの。あ、そうそうそう、コナンをプレゼンしてみたんですけど、ちょっと響かなかったので、ちょっと次ナナさんがあのお好きなので、ナナさんにちょっとそのプレゼン、私もあんまり詳しくなかったからちょっと魅力を伝えきれなかったんですけれども、できるかな。そう、何かで見たのはそうやってコナンのトリック一つずつ違うのが用いられてるっていうので、うんうん、それをね一歩ずつ確かに作るのすごいなっていう風にね、うんうん、思った。作者の人すごいですよね。そうそうそう、本当に作者の方すごいって思ったんですけど、あまりちょっと響かなかったので、また違うアプローチでお願いします。ちょっと頑張ってみるね。そしてここからはですね、お天気も引き継いでいきたいと思うんですけれども、関東雲が広がっていました。